え、ね、あれ猫ひろし、あれえ、ちょっと待って、オリンピック出場逃したショックでおかしいんちゃうか。なんかちょっと見た目が変わってる。だいぶ大きなってますよ。だいぶ大きいね、これ猫、はい、か沼田選手やないですか。これなんやねん、タケどうすんの、これ何してんの今日、稽古は、稽古、猫でしょ。あ、猫は、24時間マラソンならぬ、はい、この3冠2時間マラソンに挑戦していただきます。マジで。じゃあイベント中ずっとマラソンを走ります。おお、ずっと走ります。ちょっと、もうだいぶ汗びちょびちょやけど、もう走ってきたんじゃん。我々炎天下の方が気をつけてくださいって言ってるんですけど、2時間走らすんですね。走るんですね。はい、走ります。ほんでエンディングに帰ってくると。はい、わかりました。タムケンさん、トレーナーまでついてるんですよ。ちゃんとトレーナーもついて、シンバトレーナーが、シンバトレーナーが、これは安心ですね。何があっても頑張ります。シンバさん、お願いしますね。わかりました。猫ひろし、サポーターを任せてください。はい、じゃあ早速スタートしましょうか。猫、皆さん、猫ひろしさんでいいですかね。猫ひろしさんでいいでしょう。はい、それでは猫ひろしさん、ただいまからですね、2時間耐久マラソンのスタートをさせていただきたいと思います。5秒前でいきましょうよ。はい、行きましょう。それでは行きましょう。せーの、5、4、3、2、1、スタート。いってらっしゃい。いってらっしゃい。完全にこれ無茶振られたな。完全に竹に無茶振られたな、あれは。さあ、猫ひろ、あ、昇竜拳出ました。昇竜拳出ました。いいですね、これ。2時間後にちゃんとエンディングに戻ってこれるんでしょうか。はい、もうそこも今日は楽しみの一つにしてください。